はい、アハジキッチン番外編って言っていいですかね。ちょっとダイソーのスキレット買ってきたんでね、シーズニングしたいと思いますね。懐かしの最初売り出そうとしたね、このひまわり油も久しぶりにちゃんと買ってきましたよ。シーズニングって通じますかね。まあ鉄のフライパンとかスキレット買った時に最初に油をなじませるみたいな感じの作業なんですけど、ぜひねお付き合いください。はい、それじゃあね、先に剥がします。めっちゃこれ剥がしづらいですね。今日買ってきたのは S が200円、 M が300円ですね。ダイソーさん安いっすね。でこの後ろのこのシールが、あ、よかったよかった、すぐ外れるやつでし、ちょっと濡れちゃいましたけど、ほんとダイソーさんはあと10円とか値上げしていいから、このシールが食器類とかのシールがねスッと剥がれるやつにしてくれたら売れちゃうんですけどね。まあそれは僕の話かもしれないです。はい、取りました。最初はですね、スポンジで洗います。洗剤つけて、その余計な売るまでにあたってちょっとそのサビとかそういうのがつかないようにコーティングされてるんで、最初はこれ今日洗剤で洗ったらもう二度と洗剤で洗わないです。あとは本当にさっと鉄でやるだけですね。はい、はい、ありました。これで理想はちょっと自然乾燥です。今日ちょっと時間なのでタオルで拭いてやります。はい、それじゃあね、まあ今日は拭いちゃったんですけど、拭いてこれで火にかけます。煙が出るぐらいですねこれこの動画どうす、この後どうすんだって感じですけど、これね伝わるかな、このなんていうんですか、すすっていうかね、この汚れるや、汚れってことはそのねコーティングっていうか、あれがあれが全然ちょっと喋られてないです。取れてくるんですよね。なんか3、4回ですかね、これぐらいのサイズだと。うん、煙が出てくるまでね。うわ、やっぱ照明すごいっすね。なんかそこのふつふつとちょっと汚れが出てくるの伝わるかな、伝わんねえかな。まあまあ編集だとね早送りするんで、皆さんね伝わると思うんです。伝わるっていうか、そんなつまらないところでしょうね。じゃん、手が熱いっす。はい、それではね、これ今ね10分ぐらいずっとファイヤーします。10分ぐらいやってこれ、ね、伝わるかね、ちょっとね色が変わってくる。でこれを洗います。絶対ね触ったら熱いんでねやめてくださいね。これでその今めちゃくちゃ熱いんで、水とかやったらね壊れる可能性あるんです。ちょっとほらこれすごいっすよ。ちょっと濡れまいっす。これは俺の iPhone は無事なのかと。
本当触るまではね、慎重にというかね、クソ熱いものだと思ってる。僕なんかね、なかなかあの歴戦の猛者だから多少触れますけど、これでこの作業何回か繰り返すんですよ。何回かっていうかね、だからこんだけなんか汚れがついてるんですよね、すすっていうか、これを全部落としてその油をなじませるっていうのがシーズニングですね。シーブリーズじゃないですからね、あの砕き前も出てこないですからね。地味な作業続きますね。そしたらまた、これまたファイヤーします。はい、2回目もね、これだいたい10分ぐらいやってます。ね、何回も言ってますけど熱いんでね、ほんとつかみとか使ってくださいよ。こんなんでやけどしたら本当に。でね、また水は冷たすぎるんで、ちょっとお湯なんかね、大丈夫そうなんですよ。2回ぐらいで。ちょっと、次も油いっちゃいましょう。その、お湯を沸かすって言ったとこがいるんですよ。土鍋は、あの、ね、米汁を1回炊くとなんかその、割れた隙間にあれが入って、米とぎ汁が入ってなんかいい感じにくっつくとかありますけど、まあ、このシーズニングに関してはほんといろんな人のやり方あるんで、ちょっと自分なりのを見つけたりするのは、あくまで僕がやるのは結構シンプルなやつですね。編集するにしてもめっちゃ地味な動画ですからね。なんか漫談でもできればいいんですけどね、ちょっとね、この辺さん道端で猫を見てまた食べた言葉です。できない一度でいいから見てみたい。日本語は手足で隠すと言葉です。いやね、もういろいろありますけど、まあ、大体ライブするんでしょ。はい、これまた10分ぐらいやってね、なんかね、汚れも結構取れてたの。ダイソーさん結構頑張ってますねっていう、頑張ってます、失礼ですけど。はい、これもう油塗りたいと思います。こういうのであの側面にもね塗って、そうっすね、あんまり汚れついてないんで結構大丈夫ですよ。スキレットとか鉄のフライパンは管理がちょっとね難しいかもしれないですけど、けどほんと慣れちゃえばね楽ですし、
これね、あれっすね、ちょっと待って、どう伝えればいいかな。あ、ティッシュが。ちょっと裏面も軽く塗っときたいんですよ。裏面もね、軽くですよ、本当に。とにかくね、これやってみる方、やけどだけに本当に気をつけてくださいね。これ裏面塗りすぎで、ちょっとこれやばそうです。こんな感じで、これが M の方です。こっちが S。 伝わるか分かんないですけどね。今後この2つを使ったね、料理動画を出せたらいいなと思うんで、シーズニング参考まででした。ありがとうございました。ハチャキッチン番外編、さよなら。これね、これも大事っすよ。鉄臭さを消すって感じですね。このです、玉ねぎとか余ってる野菜で全然大丈夫なんでね。こちらもそれじゃあ、バイバイ。アハチキッチンでした。